ユリホールディングスプレゼンツしぶちや、さまざまな部活動で語り継がれてきた言葉、秋田県立大曲高等学校なぎなた部が大切にする思いは、自分の心と向き合うです。古来から身を守る術の一つとして継承されてきた武道なぎなた。主将の高野は高校でこの競技と出会う。すごい迫力があって、動きも大きくて、自分もできたらいいなと思いました。なぎなたには2人1組で技や型の美しさを競う演技競技と、相手と打ち合う試合競技があり、どちらも気、剣、体の一致を基本とする。体の使い方だったり、自分を知らないといけない競技なので、気持ちやなぎなたの動きだったり、体の動きが一つでも欠けないように、自分の持ってる力を出すようにしています。真の敵は己の中にあり、竹村監督はそのことを日々教え伝えてきた。なぎなたっていうのはどうしてもやっぱりこう自分自身を映し出す鏡ではあるので、弱い部分をちゃんと見つめ直す、自分と向き合えてる時はそれが体になって技術としても生まれてくるので、向き合えば向き合うほどその分成長できるものだと思います。競技を通じて得た成長は、普段の姿勢や意識にも変化をもたらした。大きい声で挨拶したりとか、相手を敬うという部分で変わったと思います。なぎなたを通して礼儀だったり、自分の気持ちを知って、社会に出た時に通用できるような人間になりたいです。大曲高校なぎなた部が抱く心得、それは自分の心と向き合う。この番組はユリホールディングスがお届けしました。つながる今。Imaginative Creation, Yuri Holdings.